プでのあの人、かわいすぎる。オリックスのキャンプで宮城大弥投手22がバスに駆け込む姿がかわいすぎると話題になっている。遅刻せずに間に合ったのか、セーフと腕を上げる姿にネット上ではパンダみたいと絶賛の嵐だ。かわいい。遅刻するって感じのとこマジでかわいい。何回も再生してしまう。球界のアイドル。えげつないピッチングとこのギャップがたまらんのよな。真面目な顔するとめっちゃ老け顔なのに。これには老気もにっこりやね。こんなかわいいのはパンダと宮城だけ。宮城ってほんといいキャラしてるよな。プロ野球では珍しい。来年もいろんな意味で活躍してくれ宮城。なんじぇ今Qチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録コメントもよろしくお願いします。